明治22年の東海道本線の全通までの間、旧東海道は日本の東西交通の要でした。旧東海道からの富士山の眺めを調べる4回目は、現在の静岡市府中宿です。富士山を仰ぐ町府中宿は、建物さえなければ市街の大部分から当然のように富士山がよく見える町です。前山に隠されるごく一部を除いて、市街のほとんどから富士山がよく見えます。徳川家康はこの府中を隠居の地に選び、1606年江戸を離れて駿府城に入城しました。ここ府中で徳川家康が晩年を過ごし、大御所政治を行ったことで、府中には銀座、金座が置かれ、江戸をしのぐ日本の政治と経済の中心となりました。それでは本題に入って、府中宿の西側入り口、現在の安倍川から府中宿の眺めを調べましょう。安倍川餅の店の前あたりから市街に向かう道を見てみます。左がかつての官道だった本通り、右が1609年から東海道になった新通りです。新通りの入り口には富士山が飛び出ています。富士山が大きいです。本通りには一里塚が残っています。本通りが官道だったことがある痕跡です。しかし東海道を新通りに譲ることになりました。東海道を本通りから新通りへと付け替えたのは徳川家康です。その意図は何だったのでしょうか。新通りは西見附付近で少し屈曲した後、本通りと並行してまっすぐに市街に向かいます。新通りの軸線は呉服町タワーから日赤ビルに向かっています。その先にあったのは旧駿府城の天守閣でした。家康が府中宿の主役、ランドマークにしたのは駿府城天守閣でした。駿府城の図面は残っていませんが、建築史研究者の桐敷進次郎氏は、家康が東海道から見て富士山と比較できるほど大きく見えるような駿府城を作ったとしています。信長や秀吉の絢爛豪華な城を知る戦国大名を、家康は質実剛健で、しかし富士山よりも大きい天守閣によって威圧しようとしたのかもしれません。家康公崩御の後、駿府城は1635年に火事で焼け落ち、その後再建されませんでした。安定した政権となった江戸幕府にとって、もはや戸玉大名を威圧するような天守閣の必要はなくなったのでしょうか。さて府中宿の東側はどうでしょうか。東海道を北海道から八ツ山の南側に移したのもこの時期だという説があります。府中宿の東口、東見附は西見附と同様に駿府城が正面に見えることがわかります。それだけでなく、前山によって富士山が隠されて、静岡市内で極めて珍しい富士山が見えない場所であることも注目されます。東見附や本陣、天満役所など主要施設が比較的富士山が見えにくい場所に設置され、西側と同じく駿府城天守閣がひときわ目立つランドマークとされていたのです。今でも新幹線山側の車窓から富士山を見ると、静岡駅手前で富士山が前山に隠されていく様子を見ることができます。富士山が見えなくなる位置が府中宿の東口、東見附にあたります。このように徳川家康は単に富士山が好きだったのではなく、さまざまな意図を持って富士山を幕府の権威づけに利用し、それが旧東海道の道筋に反映されていたと考えてよさそうです。この後も旧東海道の宿場の景色を富士山の見え方という観点で調べていきます。次回、宿場の出口からだけ富士山が見える藤沢宿の富士見をお届けします。